アラブ首長国連邦の経済では、アラブ首長国連邦の経済について論じる。UAE は、一人当たり GDP、一人当たりエネルギー消費量、人間開発指数といった、様々な社会経済的な指標に基づいた指標で、最も発展している国の一つとなっている。2007年の UAE の名目 GDP は、湾岸アラブ諸国協力会議諸国の中では、 サウジアラビアに次いで第2位、メナ諸国の中ではトルコ、サウジアラビア、イランに次いで第4位、世界では第40位の経済規模を誇る。UAE の実質経済成長率の推計方法には様々なものがあるが、どの推計方法をとっても UAE は世界の中でも経済成長が著しい国の一つである。 世界金融危機発生以前の実質経済成長率は2005年で8.2%、2006年で9.4%、2007年で6.3%と UAE の経済省は計算している。UAE の経済において石油や天然ガスといった天然資源による歳入への依存度は減少しつつあるものの石油や天然ガスが UAE の経済において 重要な役割を担っているのは変わっていない。豊富な資金をもとに建設ブームが発生し、製造業の基地ができ、サービス業が成長してきたことにより、UAE の経済は多角化しつつある。また、UAE には3500億ドルの建設プロジェクトが存在する。IMF の統計によると、UAE のマクロ経済の推移は、下評の通りである。 1>, 1ドルイコール 3.6725UAE ディルハムのドルペッグ製をとっている。増加している主要輸入品は、工業製品、機械、輸送用機械などであり、合わせて輸入の8割を占める。アブダビ投市長は、約9000億ドルという世界一位の運用資産残高を持つソブリンウェルスファンドであり、石油の輸出で獲得した外貨を運用している。ドバイのジュベル。 アリコンビナートには200以上の工場が創業し、推進の深い港や、再輸出や積み替えの生産材すべてに対し、免税である、製造業や、物流業のための自由貿易地域が存在する。コンビナート内には、主要な発電所と連結した、脱煙処理施設、アルミニウム製錬所、鉄鋼所は一際目立つ施設である。コンビナートは、 現在も拡張中であり、コンビナート内の別の地域には他の産業が集積している。また、このコンビナート内には新たな旅客輸送、物流の拠点としてジュベル、アリ国際空港が建設中である。自由貿易地帯を除いて UAE の人々を経営権の中枢に据える狙いとして UAE は少なくとも 国内におけるすべての事業において少なくとも51%は UAE 国民が経営権を持つよう要求している。しかしながらこの要求は検討の段階であり UAE を WTO の規則と同じようにするために UAE の人々が経営権を掌握するという狙いは立ち消えになりそうである。GCC 諸国の一員として UAE は 経済問題を中心に様々な活動に参加している。例えば、経済問題には定期的な審議会の他に貿易、投資、金融、物流、通信、知的財産権の保護を含めた技術的な分野といった共通政策をどう発展させるかを含まれている。アラブ世界において UAE はエジプト、モロッコに次いで 石油以外の産業の GDP 構成比率が高く、GDP において石油、天然ガスが占める割合は38%に過ぎない。2007年には UAE は1日あたり約294.8万バレルの石油を産出した。内訳として約85%がアブダビ、ついでシャールジャ、ドバイ、残りの4主張国である。 ドバイは10年以内に、シャールジャは、ドバイより短い期間で石油が枯渇すると予測されている。シャールジャは、石油以外にも、天然ガスを産出する一方、ドバイアルミニウムが、ドバイの残り少ない石油を使用している。ドバイアルミニウムは、世界有数のアルミ製錬会社の一つであり、アルミニウムの生産において、石油の供給を受けていることから、1トンあたりの、 生産コストがとても低い。なお、UAE は2008年にアルミ新地金生産国で第10位の892000トンを生産した。2009年には旺盛な電力需要に対応するため、アブダビ製法にバラカ原子力発電所の建設を決定。2020年までに140万キロワット4機の原子炉による発電を実現させるため、 建設が進められている。ドバイを観光都市、金融都市へと変革した、ムハンマド・ビン・ラーシド、アール・マクトゥーム近年になり、ドバイは石油枯渇のこともあり、石油以外の収入源を獲得しようと模索している。ムハンマド・ビン・ラーシド、アール・マクトゥームは、皇太子時代より観光業と金融業を誘致した、結果、観光業と金融業が新たなセクターとして、 発達しつつある。この経済政策を踏まえ、ドバイインターナショナルファイナンシャルセンターが設立された。デフックは外国人が経営権の55%を所有し、厳選徴収がなく、土地やオフィスの保有が自由であることを提示し、ニューヨークやロンドン、チューリッヒ、香港、 シンガポールといった金融先進地域でベストプラクティスとされた金融規制を適用すると発表されており、地域企業のために新しい証券取引所をデフックに設置することが発表された。ドバイはまたインターネットとメディアの自由貿易地域を育成している。この自由貿易地域には外国人が経営権の100%所有。 有料な IT 企業やメディアのために、無税、オフィスの自由保有を認めることを提示している。世界の有料企業の多くが、ドバイに、支店や本部を設置している。近年の不動産市場の自由化により、UAE 国民でなくとも、自由に土地や不動産を保有することが可能となり、建設ブームが発生した。建設ブームにより、二つのパームアイランド、ザワールド、ドバイマリーナ、 ジュメーラレイクタワーや別荘、高層のマンションやオフィスが建設されている。世界銀行によると、UAE の証券市場に上場している企業の、時価総額は2007年段階で、約2247億ドルと推計されている。銀行部門における最良の商品は、ドバイのセレブに犠牲られるトルハ、カーン・アキルが代表のマシュレク・ミリオネアのブランドである。この商品は、 国家的及び国際的な貯蓄商品として成功し、マシュレク銀行のドル箱と考えられている。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU CIA ワールドファクトブック。2009年7月12日閲覧。1ドルイコール 3.6725AED で、換算 ABCD IMF ワールドエコノミックアウトルック。データベース A 2009。 2009年7月12日閲覧。Statistics of Human Development Report。2009年7月12日閲覧。2008年の UAE の HDI 指数は31位で、イスラエルの24位、クウェートの29位に次ぐ。IMF World Economic Outlook データベースエイプリル2009。2009年7月12日閲覧。 トルコの2007年の名目 GDP は6491億ドル。サウジアラビアの2007年の名目 GDP は3819億ドル。イランのそれは2859億ドル。UAE のそれは1802億ドルである。エミレーツニュースアグンシー UAE、イタリートレードオンザライズ。2009年7月12日閲覧。 UAE アーブック2008ピアニッシも67から71。2009年7月12日閲覧。日本アルミニウム協会2008年のアルミ新ガ金、生産国ベスト10、2009年7月12日閲覧。大元のデータは、ワールドメタルスタティスティックス。UAE 訪問の僕大統領、韓国型原発建設式典に出席アンハッピー。 ニュース二千十八年一月二十一日閲覧ザワールドバンクデータアンドスタティスティックス二千九年七月十二日閲覧。ありがとうございます。